はい、こんにちは。中学の知識でオイラーの公式がわかるという本の、連動動画第2回です。この動画というのは、この本と連動したものなので、まあ、本をまだの方は、まあ、ぜひとも概要欄からポチッと買っていただけたらと思います。じゃあ、第2回ということで、まず、三角比三角関数の話なんですけども、まず三角比三角関数わかるには、まず、とにもかくにも、まずは三平方の定理、ピタゴラスの定理。を知らなければ始まらないピタゴラスの定理ですね。で、まあピタゴラスの定理はもちろんもう誰でも知ってると思うんですけども、直角三角形があって A、B、C とあったら A 二乗足す B 二乗が C 二乗っていう、まあ誰でも知っていても、じゃあ証明してくださいって言われるとなかなかできない人が多いと。まあ証明の方法はまあ何百だかいくつだかたくさんあるんですけども、じゃあ一番簡単な方法で、まあそこの本に書いてある通りのやり方で証明すると、こう同じ合同な直角三角形を4つこう並べてあげると、そうするとここに、まあ、全部合同なんで A、B、C と、そうするとこう大きな正方形ができる。でまあもちろんこことここ合わせて90度なんで、ここは90度と。じゃあ中は一辺が C の正方形なんで、じゃあ面積の関係を ABC で表してあげればもうこれが導けますと。まず、でっかい正方形の面積は、一辺が A たす B。なので、それの2乗。で、そこから四隅のこの直角三角形を引いてあげれば、中の正方形の面積 C2 乗になります。じゃあ、四隅の三角形はっていうと、これ1個は、底辺×高さ割る2なんで、それが4つ。なんで、約分されて、マイナス 2AB ですと。そうすると、左辺を計算すると、A2 乗プラス 2AB 足す B2 乗で、あとこれがあるんで、結局 A2 乗足す B2 乗だけ残ると。これとこれなくなっちゃうと。で、イコール C2 乗なんで、これでもう三平方の定理が示せましたと。いうふうに、まあ、どんな簡単な定理でもきちんと証明するのが大事ですよっていうのが、一応この本でも動画でも、一つの考えとなってますと。で、それが証明できると、その前にそうです。サイン、コサインのまず定義ですね。サイン、セーター、コサイン、セーターって一体なのか。ここからもう高校数学に入っていきますと。で、これまず、とりあえずはすごく簡単な話で、サイン、セーターっていうのは、ここがじゃあまあ、A、B、C とすると、ここの角度をセーターとすると、もうこれはもうこう決めましたっていう話なんで、覚えてもらうしかないんですけども、サインセーターっていうのは直角三角形の3辺がこうなったときに、サインだからって、まあ、覚え方としては S を描くように、引き体の S を描くように C 分の A ですと。でコサインセーターっていうのは今度は C を描くように C 分の B ですと。これがサインコサインのまず定義で、そうするとまず一番基本となるサイン2乗セーター足すコサイン2乗セーター、最初はいきなりこんなんでも結構戸惑ったりしますよね。これってどういう意味かっていうと、サインセーターを2乗したいんですけど、カッコいちいち書くのめんどくさいと。でもじゃあカッコ書かないとどうなっちゃうかっていうと、こうなるとこの角度だけを2乗したように見えちゃうんで、じゃあこういうのを意味するときは、じゃあ2乗はここにつけましょうって、これも単なる約束ですと。こういうのもなんか最初のうちは高校1年生で戸惑ったりします。で、これ実はサイン2乗足すコサイン2乗は、この角度が同じだったら1になりますっていう、まあこれ一番基本的な公式。じゃあこれもちゃんと証明しましょうって、もうこれはこのサイン・コサインの定義とさっき証明した三平方の定理からも明らかですっていうのは、サイン2乗セーターっていうのは、サインはこれなんで C2 乗分の A2 乗。で、コサインセーターっていうのは C 分の B なんでそれぞれ2乗。すると、まあ分母同じなんで通分する必要なくて、A 次乗足す B 次乗で、これは三平方の定理で示した通り C 二乗なんで、分母と分子が同じだったら1ですねという話になっておりますと。これがまずサインコサインの大事な基本公式で、でここからちょっとさらに高校生がつまずくポイントに入っていきます。サインコサインを習ってた時にしばらくすると突然サイン150度が2分の1とか、さらにもっとびっくりするのは、コサイン150度が、マイナス2分のルートなのかな。
なんだよ150度って。だってサインとかコサインってさっき直角三角形で定義したんでしょと。直角三角形に150度なんて角度ないよと。でさらに辺の長さの分数してのにマイナスってなんだよというような最初戸惑いがあると思います。でそこで、なんでこんなものが出てきたかっていうと、直角三角形だけでサインコサインを定義してたらば、この角度っていうのは当然90度未満ですと。 0から90度未満。そうすると角度っていうのは、まあ、本来360度だし、何周してもいいんだったらそれ以上だし、反対に回ればマイナスの角度とかも、まあ、考えたくなると。たかが90度だけで定義したんじゃなんだかなっていうんで、90度よりも大きい角度でも定義したいということで、じゃあ定義を拡張しようとした時にどう拡張したかというと、単位円というものを考えたと。でこの単位円、半径1の円を単位円というんですけども、この単位円にさっきの絵を、直角三角形の絵を第1象限、第1、第2、第3、第4というんですけども、これを書き込んだ時に、じゃあここが A で H かな、確か本ではした時に、じゃあ半径1の円なんでここの長さは1ですと。じゃあここの角度をセーターとすると、そうするとじゃあコサインセーターやサインセーターはどうなるかっていうと、じゃあまあサインからいきますか。サインは S を描くようにするんで、こう原点 O、 OA 分の AH で、これは OA は1なんで AH だけ。じゃあ AH ってのはこれは点 A の Y 座標のことを示しますねと。じゃあ Y 座標はサインセーターと言いますねと、この図では。でじゃあコサインは同じく OA 分の OH、 やはり分母が1なんで OH。 じゃあこれって点 A の X 座標ですねというふうに、まあ第一象限だったら点 A がどこにあろうと同じことが言える。こうなってアルファだったら、ここがサインアルファ、あ、コサインアルファ、サインアルファというふうに言えると。じゃあそこで、こっからぐるっと回して90度を超えちゃった時も、ここの X 座標をコス、Y 座標をサインとしたように、じゃあここがもしもこう、角度がこうでかくなった時でも、この X 座標をコサインセーター、Y 座標をサインセーターと定義してみたらどうかなと。こう定義しても、さっき求めたサインコサインの基本定理であるこの定理が、まあ、別にこれだけが成り立てばいいと思うんじゃないですけども、まあ、こう定義してもこの定理が成り立つならば、定義として、まあ、都合が良さそうだなということで、じゃあこのようにサインとサインコサインを定義し直した、要するにこのからの角度、ここからの角度をセーターとして、でその時の X 座標 Y 座標をコサインセーターサインセーターと定義したとした時に、これが成り立っていれば定義として良さそうだという話です。じゃあそのために、必要なこととして、距離の公式というのがあって、まあ別にどってことない、ここに X1Y1 っていう座標があったと。でここに X2Y2 っていう座標があったと。じゃあこの長さは一体いくつかなっていうのを出すときに、やはり三平方の定理を使って、ここの長さっていうのは上から下を引けばいいんで Y2-Y1 と。で別にこれはまあどっち向いてよと反対向いてよと、とりあえず引き算して、でその差をの絶対値が長さになると。じゃあここも同じく X2 から X1 を引いた絶対値がここの長さです。もしも X1、2の方がちっちゃくても絶対値取っておけば大丈夫と。でそしたら三平方の定理を使えばX2-X1 で2乗しちゃえばもう絶対値は取れるんで、2乗足す Y2-Y1 の2乗がここの長さ。じゃあここが AB とするならば、 AB だとか本とちょっと違ってるかもしれないですけど、 AB の2乗っていう関係ができると。じゃあそこで今円の方程式というのを考えてみたいと。そして円の方程式、この A を原点に持ってきちゃうと。でこんなような状態、ここが A で O、 あ、こっちは B の方がいいかな、じゃあ B、
そうすると片っぽの座標が00になっちゃうと、00、そこが00にしちゃえばいいだけなんで、 x2 の2乗引く y2 の2乗が、で OA は半径1なんで1の2乗と。でそれはどこにあっても同じ話なんで、一般的に x の2乗間違えちゃうんですね、足すですね、足す y の2乗が1という、これが円の方程式、半径1の円の方程式を表します。でさっき定義したここの x 座標 y 座標をコサインセータ、サインセータとしようとしたときに、じゃあこれはこの円周上にあるんで、代入したときにコサイン2乗セータ足すサイン2乗セータがちゃんと1と、あ、じゃあこれはさっき求めた公式とちゃんと整合性が保たれるんで、定義としてふさわしいかなということで、このようにサインコサインの定義を拡張しましたという話です。じゃあ引き続き第3回をご覧ください。